自己紹介をお願いします。はい、えー、DJ リオザフラップと言います。はい、フラップファイブっていうもともとラップのグループをやってて、今では YouTube でリミックスとかマッシュアップを上げる活動をしてます。よろしくお願いします。お願いします。名前の由来を教えてほしいです。今の名前の由来であり、そのグループの名前の由来であり。あ、はいはい。 もともとそのフラップ5っていうグループだったんですけどそれは、えー、とフラップって FRAP って書くんです「FRAP」R A P、っていうつづりで書いてるんですけどその「F」っていうのはフリー,フリーダムの「F」自由っていう意味の「F」なんですね。でもともとそのヒップホップ好きだったんですけど、えー、とあんまりそのヒップホップっておけに取られたくないなっていうのがあってもともとバンドやってたっていうのもあって。 その自由な感じでラップできたらいいなって思いで「フラップ」っていう名前を付けて数字の「5」は当時「そのジュラシック5」っていうヒップホップ洋楽好きだったんでその「5」からってつけました。